普段からやってんじゃん、今も。あ、そうですよ、今も僕やってて、うん、異様にやってんじゃん、今も。まあ、ネイティブとか、その外国に行ってた人はやっぱり自然にこう大量の単語を知っているわけですよね。でも、うん、実はこう高校生はこうなんかすごく限られたものしかやってないと気づいて、うんうん、まあ、大学生だからそれを気づいて、その大学生だからもうちょっと先越えなきゃいけないなと思って、その新しいその単語をまあ少しずつ覚えていってるんですけど、うん、まあ、日本人と2人でやってるんですけど、そのやっぱりその本単語帳を見てるだけだと、そのこれは一体こうどれくらい砕けた言葉なんだろうとか、そう、ね、そのどういう文脈で使うのかなとか、なるべくそういう本を読んでるんですけど、その文、周りが分かりやすい、その使うべき環境が分かりやすい本を選んで読んでるんですけど、やっぱりその外国で実際に使われているところとか、そのなんだろう、本の中で使われているところっていうのが分からないっていう、まあ、ところはちょっとあって、やっぱそのなんだろう、その我々も日本語の言葉を新しく知って、例えば辞書を読んで知って、四字熟語を知りましたって言って、じゃあ使ってみようって言って、最初使うとなんか失敗するじゃないですか、うん、なんか何それ、なんか何それみたいなとか、うん、その言葉ちょっと違くないみたいな、なんかここで使う言葉じゃなくないみたいなことになって、それはその単語ただ一対一対応でしかはやってないから、そのなんか間違って違って、でその間違ってるうちにだんだんこう扱うべき環境とか扱うべき文章、うん、まあ、その文法的に言ったらそのこういうところで使うんですよとかいうことが分かってきて、やっとこう自分の身に、そう、ようやく使えるようになる、そこまでかかるよね、はい、だから英語も同じ で同じなんですけど、やっぱりその英語はネイティブじゃないからということは、その環境はないわけですよ、その自分が英文を使って、なんかそれ間違ってるよとか言われて、そのだんだんこうその自分の中の言葉が自分に身についていくっていう、うん、そのプロセスをなんとかしてこう理由的にでも作らないといけないっていう、それが結構難しいところなんです。そうだね、まあ、まず1対1で覚えるっていうのは、まあ、なんかまず、まあ、うん、最低ラインだけど、まあ、微妙なところで、そう、そっから膨らませていかなきゃいけない。よくあるのはその例文の中で覚えるっていう、自分あって、うん、その中でまあ、文法を覚えたりだとか、その単語を覚えたりだとか、よくその英語を勉強したっていう方も、その例文を100個覚えましたとか、うん、なんかそういう方はやっぱり、それはその例文一文だけど、環境を作ってるわけです、ね、うん、そうだね。で、まあ、そのもっとその本で、例えば、多読って言ってその、ね、たくさん読んで英単語とか覚えましたっていう方は、その、まあ、本とかに、簡単な本とかでも文、やっぱその文章という、まあ、例文よりさらに長い構成ですよね、うん、より良い環境、より良い環境の中で、その書き言葉の一番大きな環境の中で単語を覚えていく、まあ、それが、うん、まあ、一番いいとは、まあ、そうだね、はい、なるべくそういうし、結局さ、問われるシチュエーションっていうのはさ、はい、センター試験とかでも長文を読むことがメインになるわけだから、はい、そういうより大きな環境の中で文章の中で単語を見ているっていうのが本番にも近いし、より本質的でもある環境なんで、はい、でかといってそれを追い求める環境というのが、まあ、そんなに受験生の周りにはない。うん、そうですね。まあ、僕はその高校1年生の時に、まあ、塾に、うん、まあ、通ってたんですけど、英語と数学に、うん、まあ、英語をやってたんですけど、そこの先生は長文の中で英語を覚えろってひたすら言っていて、うん、毎回その配るプリントはなんかすごい長い長文、まあ、受験とかの長文が書いてあって、でそれを説明する中で新しい単語みたいなをやひたすらやってたんですね。そのでなんか半信半疑だったんで、なんかあんまりこうなんだろう、長いなこれみたいな、高一だったし、うん、こんな長いのやらせるのかみたいな、長いよみたいな思ってたんですけど、それずっとやって、なんかセンターの長文とかあったんですけど、それずっとやってたら、なんか夏だけでこう最初120点だから160点とかやってたんですよ。高1で160点取ったらもうなんかあと割と問題ない、本当になんか時間に余裕があって、さらにこう、うん、まあ、余裕が、心に余裕がないと長文の中でってなかなかない。そう、できない、できない、できない。そう、そう、俺はできなかったの。俺、焦ってたから、で、もう全部クイズ的にやってたから、うん、ずっとクイズやってたからね。英単語帳もクイズ的にやってたけど、それは限界が来たし、時間がやっぱりあると、その、まあ、長文が読めて、で、長文読むとさらにこう、アドバンテージがあるので、さらにこう、余裕ができるっていう、こう、ね、やっぱりその、
生きた環境の中で読むっていうことを繰り返すことがやっぱり重要っていう、うん、そうだね。それは本当だから俺のクイズ的なアプローチが限界を迎えた時にもそれはそう結局同じ結論にはいった、まあ、だから大通り戻ってきたんだよね、はい。